ーチャルユーチューバーさくらです。バーチャルユーチューバーさくらです。改めましてこんにちは。ですね、今日はですね、ニンテンドーラボの、空港ナンバー VR キットの、ことについて、ちょっと一言申し上げたいなと思うことがありまして、こんな形でお伝えします。説明のことも知るんですが、任天堂などの、トイコン、やっぱ VR キットなんですが、こちらの方は、段ボールで、VR キットの、ゴーグルとか作ったり、他にバズーカとか、こちらのカビンとか、こちらの鳥とか、あと、調査とか、あと、ここにも収録の、ゲーム60の種類入ってて、で、とってもお得な、さらには、VR が、VR 動画とかも、手軽に楽しめるんじゃないかな、ということで、結構お値段としても、ダウンロードなので、結構お値段4000円から、フルセットでも1000円、9000円ぐらい、結構VR のところから楽しめるという感じ、なんですよね。で、ちょっと今までに、100均とかで、こちらのスマホ用の VR ゴーグルとか、あと、温泉とかで売ってるのに2、3000の、ゴーグルとか、あと、個人的なんですが、こういった感じのプレイステーションの、PS ゴーグル。PSVR も購入してみて、いろいろVR とか見たりしてたんですよね。で、スマホとかの、タイプのやつは、スマホの画面で、VR に対応した動画っていうのを見てるわけで、今のスマホの、この画面の大体の半分くらいから2分割して、画面画像が表示されているので、ゴーグルで100均で買ったスマホ用の VR ゴーグルで画像を見ると、やっぱどうしても画面が、スマホだとちょっとちっちゃい感じが、してたんですね。で、また、プレステ4の、こちらの、プレステ VR、こちらの方が結構性能が良くて、VR の画像以外にも、他にも、例えば YouTube とかで VR 対応の、動画とか見れたり、また対応してない動画とかでも、ゴーグルをかぶった状態で、10メートルぐらい先に、映画館とかの大きなスクリーンが、映し出されているのを、見るような感じで、結構ゴーグル使うことによって、大迫力画面とか、新しいのが出てきたんですよね。で、またこちらの任天堂スイッチの VR なども、そんな感じで、いろいろと YouTube の VR 動画とか、苦手な VR とか、見れるのかなーっていう結果も期待してたんですよね。プレステの VR に関しては、結構ゴーグル自体は、標準的なんですが、すごくのもの、例えばアダプターのところとか、あとは、例えばプレステ4が絶対必需品なので、例えば友達の家とかに、それを VR を友達に見せたいなと思ったときに、友達がプレステ4持ってなかったとき、VR ゴーグルと、あとプレステ4の本体とか、周辺機器とかを袋に持って、両手にこう下げて、友達のほうに行ったりとか、結構荷物かかるんですよね。で、それが、このニンテンドーラボの、VR キットを使うと、ニンテンドースイッチの本体、結構ちっちゃいですよね。こんな感じで、これにあと VR ゴーグル、これだけで
VR が楽しめるのかなって、それで友達とかで、VR、まだ見たことないよっていう人に、VR 見せたいなと思って、ちょっとすごい適当で、すごい便利なんじゃないかなって期待してたんですよね。ところが、悲しいお知らせがありました。で、その悲しいお知らせっていうのが何かなって言いますと、今のこちらのニンテンドーラボ VR キットの画面が出てくる画面なんですね。で、それで、向かって左下の、ところをクリック押すと、ですね、でこれが何ですね。そして幼稚園の設定がオープンになってたんですが、こういうふうに VR の画面っていうのが二分割された状態になるんですね。例えばね、VR ゴーグルをかけたときに、右側のレンズでは、ニンテンドースイッチの右の画面で、左のゴーグルで覗いたときに、左の画面が見えるという感じで、で両目で見たときに、2つの画像を合わせて、それで立体的に VR で画面が見れるというような仕組みなんですね。でそれで、これ今の Nintendo VR キットの付属のソフトを起動している状態なんですね。でそれで、この Nintendo VR キットのゲームを VR で遊んで、VR ゲーム楽しかったなって、じゃあそろそろ動画見ようかなって、YouTube 動画見ようかなって、思ったんですが、でそして、いざ、ここの、このゲームを、一旦ホーム画面終了して、YouTube 見ようかなって思って、ホームボタンを押そうとしても、注意画面が出るんですね。で、これが、今は、ホーム面で表示できません。VR 状態で、ホーム画面に戻るなんかが、普通の標準の画面に、こういうふうに戻してから、そして、ホームボタン、これを押して、で、ゲームを終了して、YouTube を見ないといけないんですよね。で、今、この VR、VR だった画面っていうのは、Nintendo Switch の本体にインストールされてるわけじゃないんですよ。で、VR の、VR のソフトを起動してるとき、このときだけ、VR の画面になるということなんですね。で、それで、その VR の画面を、普通の標準画面に戻しますよね。で、戻した状態で、この VR キットに、本体を挿した状態に、YouTube を見ようかなと思って、YouTube を見ると、ゴーグルの右側の、ここの右側の、ところで見た画面っていうのが、その普通の画面の右半分しか見れないんですよ。で、左ゴーグルの方に見た左目の方の画像っていうのは、画面の左側の、半分の画面しか見れないということなんですよね。VR キットを
まあ、本当純粋にVR キットで、まあ、いろんなVR のソフト、まあ、バズーカーとかのゾウさんとか、まあ、いろいろこう内蔵されたゲームとか、まあ、いろいろ入ってるから、まあ、それなんで、まあ、純粋にゲームだけは楽しみたいなという人はいいんですけど、例えばこの VR キットをゴーグル使ってで YouTube VR 動画見たいなって思ったら見れないんですよ。へーって感じなんですね、ほんと。じゃあとりあえず今これはちょっと YouTube をスイッチの YouTube のソフトを起動してで検索で、VR をちょっと入力してそしたらこういった感じの VR 動画っていうのが表示されるんですが、私の動画ちょっとアベルシーの箱が私の動画なんで映ってるんですが、これもリップして例えば、VR の、例えば、ちょっと私は個人的に好きなんですが、プレステ4とかですと、ソウル式カラフェリンチャー、ディープブルータウンにようこそ。これは360度 VR の方のソフトで、でこれは起動すると、こんな感じなんですけど、プレステの PSVR の方を見ると、リンチャーとかが数回の立体で見えて、シルナーのイメージの動画ですね。で、これを、VR 動画、これで見えたのと思ったら、ここのリンちゃんの真ん中のところ、真ん中から右目で見たときは右側だけ、左目で見たときは左側だけの画面しか表示されるんですね。なかなか最初のリンちゃん VR を、ニンテンドーの VR でなかなか見れるって思ったんですが、見れないですよ。残念なことに。先ほどのスイッチの、VR の説明なんですが、例えばさっきお見せしたんですが、例えば画面がこういうふうに2つ同じ画面が左右にこう映ってるような動画、こういう動画だったら VR でも認定のキットの VR キットが見れるかなと思って。でこの動画をちょっと見てみたんですが、これ、正直言うと見れませんでした。結論から言うと、VR では見れませんでした。一応、さっきのりんちゃんの画面に比べると、左右の画面で似たような画面なので、いいかなと思ったんですが、この例えばのジェットコースターの画面なんですが、走っているレール、これが2本、2本のレールがこう通っているというような感じしか見えなかったですよね。で、そのスマホの VR ゴーグルを使ったときに、両目を、例えば寄り目にするような感じで、試してみたりとかしてみたんですが、ちょっと一瞬、その2つの画像が1つに重なって VR っぽく見えた時もあったんですが、ちょっと残念ながら VR キットのこのゴーグルでは VR 動画が残念なんですが、楽しみませんでした。はい、というわけで、ちょっと正直な感想としては、VR キット、ニンテンドー VR キットはちょっと、ある意味がっかりしたかなっていうのが正直なところなのであります。はい、ちょっとレガキャン VR の動画になってしまったんですが、ニンテンドーと VR キットの方にも収録されてる64種類のゲームとか、あとは自分で VR の
VR ゲームが作れたりとかいうソフトとかはすごく面白いので、まあニンテンドー VR ゲーム一概にはまあなんとも言えないって感じですかね。はい、まあ、こういったゲームを楽しめる人は、まあ、買いだと思うんですよね。ただ、ニンテンドー VR キットが、VR、例えば他の VR 動画を、安くお手軽に、楽しみたいなって期待して買った人にとっては、なんかもう、VR 動画見れない。もうな、見れない。うわというような感じになりそうです。はい。はい、というわけで、ちょっとざっくりとした感じなんですが、こういった感じで、ニンテンドーラボの、実際自分で使ってみての、正直な感想であります。はい。本当の収録されてるソフトに関しては、遊んでみて、わあ、これ VR ゲームすげーっていうのが結構あったんですよね。だから個人的に、私的には、VR キットおすすめなんですが、人によっては、みたいな感じかなと、というような、感じです。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。